どうもこんにちは、リゼンの浅野です。よろしくお願いします。本日は春にぴったりな、ホワイトピンクのちょっと根元暗めにグラデーションっぽく染めておこうかなと思います。これからの時期ね、春夏でちょっとピンク系のカラーとかすごくもうすでに増えてきてると思うんですけど、ちょっとピンクって言っても濃いめじゃなくて薄い白っぽいピンクが作れたらなと思うんで、このウィッグでちょっと、作っていきたいと思います。でまず始める前にポイントですね、まず一つ目がポイント、ブリーチコントロールで、2、そのブリーチコントロールによってどこまで抜かなきゃいけないのか。でポイント3、オンカラーするときの、薬はどうやって作るのか。まあこの3つですね。まあ一番重要なのはね、ホワイトピンク作る上でちゃんと綺麗に抜かないと、ホワイトピンクは作れません。この状態から、まずきっちり抜かなければいけないんですけど、まあブリーチでね、よくもらう質問がね、たった1回でね、どこまで綺麗に、19レベルとか18レベル、19レベルまで抜けますかっていうことをよく質問もらうので、まあ1回で施術を1回で、ブリーチを18、19レベルまでちょっと上げる方法も見せながら、まあテクニックを見せれたらなと思いますので、それではちょっとお付き合いください。今回使用するブリーチはこちら、アリミノの120ですね。これを使うんですけど、すごく抜けるですが、痛みます。まあ、もちろんブリーチはね、何でも色を抜くんで痛むとは思うんですけど、これを使用していくんですけど、まあそれに対して必要不可欠なブリーチに混ぜるこのケア剤ですね。今回このリブライテックスというケア剤を使っていきたいと思います。前もね、ちょっと YouTube、このリブライテックスに関してのことを挙げているので、そちらでちょっとチェックしてくださいね。でそれプラス、ですね、使うものこちらです。アルミホイル、これはもう必要不可欠になってきます。しっかり抜くためのにはアルミホイルをどう使うか、それも細かくちょっと見せていきたいと思います。まずは下から、根元1センチから 1.5 センチぐらいは体温で上がりやすいので、そこを省いた上で、ブリーチをまず塗布していきます。でこの時に重要なのが、まあこれはウィッグなんであれなんですけど、ダメージしてる部分に最初に、ブリーチ塗布してあげるといいかなと思います。ウィッグはまあ、ダメージしてない髪の毛なので毛先までワンタッチで塗っていっちゃいます。根元はね、体温がある分いくらでも後で上げやすいので、そんなに気にしなくて大丈夫だと思うので、このぐらい上げた状態で、この時にね、ブリーチの塗布の仕方なんですけど、しっかり中までタプタプな状態、このぐらいをしっかり塗ってあげた方がいいです。ここでムラにしてるとムラにやっぱり上がっちゃうんで、それが起きないように。で先ほどのアルミホイルどう使うかっていうと、必ずアルミホイル乗せたら、このままこのアルミホイルをもう一枚上から、こういう状態で、
これで先頭今塗り終わった状態なので、3番2倍で、ブリーチ塗ったんですけど、このままでちょっと25分、置いて、さらにここから、もう一度ブリーチを追いブリーチ、乗せて、またさらに20分置こうかなと。じゃあこれで一回ちょっと置きたいと思います。さて1回目のブリーチ放置から、20分から25分今経ったところです。で、今のちょっと抜け具合見ていきます。このぐらいで、よく見ると分かるんですけど、やっぱりこうすごく空気に触れてる部分とそうじゃない部分でやっぱり抜け方がね、ちょっとこうムラになるんですよ。1回のブリーチをすごくちゃんと塗布してたとしても、やっぱりねここまで若干のこうムラができるのと、やっぱね3パー2倍で20分25分置いても、まあ抜けとしてはここが限界かなと。でここからもうさらにちょっと再塗布して、もう少し時間を置いていきたいと思います。2回目を重ねて、また20分置きました。それではねちょっと外していきたいと思います。見えますかね、さっきの20分置いた状態と今さらにもう一回重ね塗りして、もうさらに20分、計だいたい 4,50 分ぐらいですね、置いてる状態の。いいですか、3波2回重ねただけですよ。こうやってこれでもうだいたい18、9レベルぐらいまで上がってるので、ここまでねじっくりゆっくり上げてあげると、ね、ダメージが少なく、しかも、6% 等倍で染めたぐらい、要は18、9レベルぐらいまで上げられるんです。でオキシもね3波することによって時間かけてゆっくり抜いてあげるだけでもダメージの出方が全然違うので、このやり方で抜いていきます。でね、毛先見てほしいんです。ここまで抜いてると大体こうゴムっぽくビヨーンと伸びるでしょ。ほら見て、ほらわかる、わかる、ほらわかる、こういう毛先がさテロンテロンのこうペローンってなってこうゴムみたいになっちゃうのを3杯2回で、しかもあのリブライテックスというねケア剤入れてあげてブリーチしてあげると、まだ毛先までこうやってしっかりプルンとダメージが少ない状態で、全くしてないわけじゃないんですけどね、ゼロではないと思うんで、だいぶこのぐらい毛先までピンピンにまだこう生きてる状態っていうんですかね、うん、でできます。でですね、ブリーチし終わった髪の毛に、今回はプロマスターのビアルカリピグメントを使っていきたいと思います。根元の方はですね、こちらですね、はい、ちょっとねトーンをしっかり落としていきたいっていうのもあるので、今回はナチュラルの4トーンを使います。だけど配合的に言うと、2対1対1対のこれも1入れようと思ってます。M4 もそれに対して SV6 を、10% 入れようかなと思ってます。なので毛先に対しても根元に対しても、SV6 はどっちも入れようと思ってます。それではちょっと、塗っていきたいと思います。根元から暗い薬を塗っていきます。根元が塗り終わった状態で、今度こっちの毛先の薬の方ちょっと塗っていきます。いい感じにちょっと色入ってそうですね。ここから乾かしていきます。はい、それでは完成しました。こちらですね、こちらです。見えますか、見えますか。そうですね、ポイントはいくつかあるんですけど、今回はあのホーユーの、プロマスターピグメントを、使用して染めさせていただきまして、そうですね、ビアルカリということなので、メリットデメリットあります。
例えばさっき、ブリーチ前頭したんですけど、根元やっぱりどうしてもアルカリカラーのせるとしみる方すごく多いと思うんですけど、まずリアルカリカラーのメリットで言うと、オンカラーするときに根元を、ビアルカリカラーで染めてあげると本当に非常に染みづらい。僕はまあ今まで施術してて、痛いって言われたことはないんですけど、ピグメントを使って。だから根元フィグしっかり抑えられて、ブリーチ根元ベタで潰した場合でも、ピグメントは染みるとは言われないので、そこに関してはすごくメリットだと思います。そうですね。あとはブリーチでまあダメージしてますよね。いくらダメージしづらいように抜いてたとしても、ダメージしてないわけではないので、まあそのダメージを補う上で、まあオンカラーするときに、アルカリカラーをのせてしまうと、やはりパワーがあるからアルカリが強いんで、まあね、アルカリキャンセルとかオキシであるんですけど、そもそもの一剤自体がまあ低アルカリよりももっと低いビアルカリの薬なので、ダメージもしづらいオンカラーで、まあここがメリットの部分になってきますよね。でメリット部分、やっぱりビアルカリカラー、アルカリの力が弱いので発色がね少し濁ります。アルカリカラーの方がね発色が強くて、彩度の高い色味が出るので、パキッとしたとかすごく淡い色を表現したい時にはアルカリカラーの方がやっぱり向いてます。だけどやっぱりまあ適材適所、どういった色に求めてるのかっていう、こうお客様によってこうカラー剤を分けてあげればいいのかなと思うので、まあ僕はねこのビアルカリカラーをベースに、もし彩度が足りないなとか、もう少しアルカリのパワーが欲しいなっていう場合はビアルカリカラーとアルカリを混ぜたり、逆にね初めからこうパキッとした彩度の高いカラー剤、カラーを表現したい時とかは、初めからアルカリカラーとかを使ってあげるとすごく彩度の高い読みが出来上がって、今回まあポイント、ですね、まず、1つ目、どこまできっちりブリーチを抜いて、ペールイエローもしくは、18レベルから19レベルぐらいまで1回のブリーチでやっぱ上げることができるのか、まあ、1回のブリーチ正確に言うと多いブリーチをしているので2回ブリーチしたことになるので、次もしねご来店した際にもっと白っぽくしたいっていうのであれば、パーセントオキシの、パワーをもっと弱くしたブリーチで塗ってあげると、もう計3回したことになるので一気にこう白っぽくまで傾くと思うので、それはまあお客様とコミュニケーションを取ってどういったものに仕上げていきたいのかっていうのを、ジャッジしてあげれば、使うパワーの、オキシブリーチっていうのはチョイスできるのかなと思います。ポイント2、まあしっかり抜いた後に、のせる色味ですよね。でピンクにしたいからといって、じゃあピンクって初めからこうピンクって色って存在しないじゃないですか。色の三原色の中で例えてもらうと分かると思うんですけど、初めからねピンクっていう色が作ってるメーカーさんもあるんですけど、ないものもあります。でピンクをじゃあどうやって作るのかって、僕はね今回ねホーユーのピグメントを使ったんですけど、モノトーンをベースとして考えました。まあ、簡単に言うとグレーですよね。淡いグレー、まあ、クリアとグレーをまず割ってあげて、淡いグレーを作ってあげて、そこに、R ってあレッドなので R、レッドと、紫を、薄く入れてピンクを作ってあげたってイメージですね。それで今回のこういうピンクを作ってます。例えば他社さんのメーカーで言うんだったら、初めからピンクって色ができてるものもあると思うので、そういうものをチョイスしてもらえばいいと思うんですけど、僕はねこのホーユーのピグメント使う理由っていうのがですね、色味を十分でコントロールして混ぜることができる、ここですかね、一番自分で好きに色味を調合してどのぐらいの強さのピンクを作るかっていうのがコントロールできるので、まあ、もちろん他社さんでもできると思うんですけど、まず色味を知っておかないとなかなかこうちょうどいいピンクって作れないと思うので、初めからピンクって出来上がったピンク使うのもいいんですけど、そのピンクがね自分の好みのピンクであるのかっていうのもまたね、問題になってくると思うので、そのピンクに対してねまたローズ系の色とかレッド系をぶつけてあげるのも構わないと思います。で僕は今回このホーユーのピグメントを使ってあげて、モノトーンをベースとして考えて、クリアとモノトーンをベースとして考えてあげて、紫と、レッドを使って薄いピンクを作ったっていうことになります。でそこにですね最初にSV の6をちょっと入れたと思うんですけど、 SV の6入れる理由も、さらに、青みのある紫を入れてあげることによって若干芯に残るオレンジ味の補色になってくれるので、僕は、SV という、色を使いました。簡単に言うと、まあ、ブルーバイオレットみたいな色なんですけど、
まあ、それを使う理由としてはさっき言った若干髪の芯に残るオレンジ味の補色のためにちょっと入れてあげる、プラスピンク味の色味とか赤系の色味って皆さん経験あると思うんですけど、痛みすぎてるとこの辺は入るんですけど毛先入んなかったりするじゃないですか。でこれを青みを入れることによって僕は毛先色が入りづらい、傷んでて入りづらいところに青みを入れてあげると、アッシュ系とかで経験あると思うんですけど、傷んでる毛先って沈むじゃないですか。その沈みを利用してあげて、あえてわざと青っぽい紫をぶつけることによって、傷んでて入りづらい毛先に対してその沈みを利用してあげて色味を入れてあげる、そのために入れてあげるその SV 青紫っていう意味でも僕は入れました。だからその実はピンクを作る上で、そのレッドと紫だけじゃなくて青紫も若干入れてあげて、その青みで沈ませて色味をしっかり入れてあげるっていう役割でも青紫を利用しました。そういう意味で、ただの紫だけじゃなくて青紫もちょっと入れるっていう僕は方法をとっています。これはどんなカラー剤でも僕は言えることなので、他社さんのメーカーでもピンク味を出したい時にあえてわざと少し青みのあるラベンダーもしくはアッシュを入れてしまったりとかする場合もあります。今回まあもう一つのポイントとしては、根元わざと暗くしてるので、まあこの毛先の色を根元から出したいっていう場合はもちろんね、上から乗せてあげればいいと思うんですけど、まあ、日本人の顔立ち目が黒いとか眉毛が黒いっていう方にも浮かないようにわざと根元をこうやって暗くしてあげることによって顔を引き締めてくれて顔に浮かないハイトーンのピンクを作ってるっていうことですね。だからこう、まあ、あとはねデザイン的にこう動かした時にこう中にね暗いのがあるとこう立体感が、まあ、今これ巻いてはいないのでストレートタッチなので立体感っていうのは、まあ、めくった時にしか出てこないと思うんですけど、これ巻いてあげるとねこの中の暗いのがそれが奥行きに変わってこう巻いた時にもう少しこう立体感が出てくると思うので、そういう意味でもね根元をわざと僕はなじませる、顔になじませる上でも立体的にデザインを作ってあげる上でも根元を暗くして染めてあげると日本人にとってはおすすめじゃないかなと思います。もちろんメイクファッションによって変えるので、根元から全頭明るい方がいいっていう場合は根元から明るくもしたりもするので、全員が全員これを使うわけではないので、まあ、それはお客様によってちょっと対応してますね。可愛いですよねこういう色。今ここから春先、春夏にかけて特にね春先ピンク系ちょっと増えるじゃないですか。ただなんか濁ってて濃いピンクじゃなくて赤っぽいのじゃなくて、なんか透けた時にちょっと白っぽいとかね、こうなんかなってんだよね、ホワイトっぽいラベンダーともアッシュともピンクとも取れるようなこの絶妙な曖昧な色味を求める方すごく多いと思うんです。そういう上でね、どこまで抜かなきゃいけないかっていうのが今日はちょっと分かったかなと思うので、こういう風に僕はこうあの色味を作ってます。ちょっと参考になったかなと思いますので、皆さんもぜひちょっと挑戦してみてください。今回ね、この動画がいいねと思ったらいいねを、で、また見たいなと思うんだったら、登録の方お願いします。それではまた。